12月4日第11回全日本空手道選手権大会に出席のため日本武道館入りした笹川会長は、静江夫人とともに女優の由美かおるさんとしばし歓談。由美かおるさんはこの日の大会で合気道を披露することになっており、大会会長である笹川会長を訪ね、しばし武術談義と相なったものです。午前10時半、いよいよ大会の開幕です。競技を前に笹川会長の力強い挨拶。諸君もどうか一つ我らと力を合わせて、この汚い世の中をきれいな住みよい平和な社会を作る機種になってもらいたい。今日はどうか一つ常に諸君が鍛錬しられた妙に遺憾なく発揮せられることを希望してやまない。終わりの望んで本日指導してくださった師匠の諸君、その他ご来会の皆さん方のご健康ご長寿ご多幸をお祈りして挨拶。なお今年度は新志向のアトラクションとして空手アスレチックトレーニング、エアロビクスイン空手、少年団体演舞などが披露され大会を盛り上げました。競技は男女それぞれが組手によるトーナメント形式の勝ち抜き戦で行われました。次々と繰り広げられる熱戦に会長も惜しみなく拍手を送りました。